紀元年6月、朝倉・浅井連合軍と信長・徳川家康連合軍が北近江の姉川周辺で激突した。信長には家康5000の兵が合流し、浅井には朝倉1万の兵が加勢した。これが世に言う姉川の戦いである。秀吉はこの乱戦で浅井の家臣である磯野数正の軍勢を破ったと伝えられる。この戦いの後、秀吉は横山城の城板に据えられた。